迷い歩き、人に拾われ飼い猫に教え込まれたしつけや作法、仁義感じて覚え込む。夜風に震えながらうずくまっていたのを抱いて抱えて育ててくれた。人間って優しいんだな。飼い主が突然に言った。高齢でもあった。悲しみと不安を抱きながら猫は闇の中に消えていった。時にゃ辛い別れが待っていた。泣いてさまよう野良猫仁義、定め厳しい明日の道。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。これからもどんどん作品を出していきますのでよろしくお願いいたします。